はい、今日もね、第6回目でしょうかね。6回目の更新が。はい、これ見てください。99はもうすでになってます。あゆかさんでしたっけ？ 100 回を楽しみにしてくれてる人がいて、僕の後はね、100、まあいいわ、その話は。また近いうちに申請承認の儀を取りたいと思いますけどもね。本当に待ってくれてる99名プラスの人、すいませんでした。すいませんでしたじゃない、過去形じゃない。これやっていきますか。今日覚えてるのはファイアンブレムなんですけど、ER カンフーやったな。ちょうど、まあいいわ、後で話そう。パルテラの鏡ですよね。これなんか、やっぱり、ちょっとスマブラに関係してるのがありがちなのか。いや、そうじゃなくて、いや、それやったら魔界村のあいつ出てほしいの。ジョイメカファイトも出たんやから。いや、でもそうじゃなくて、スマブラが、いっぱいいすぎて、それ被るやろっていう風になってるのだろうか、どっちだろうかっていうことですけど、ファイアーエンブレムが出るのなんとなく覚えてましたけど、俺多分ファイアーエンブレム、このファイアーエンブレムと、スーファミのやつもちょっとだけやったかな。もう生き返らんくて生き返らせることができないやつ、どれやったっけ？で、星のカービィがスペシャルで入ってるやん。知らんかった。あ、前回はこれ、メビウスさんとライブっていうか、同時にやって、それをアップしたら、なぜか悪評価 悪評価って言わんが、ついたんでやめてます。神経衰弱みたいになんか同じやつがここら辺とか並んでますけど、リンクのどういうバージョンなんやろ。確かにさ、これね、バーチャルコンソールなだけじゃなくて、今更言うけど、この昔のゲームってクリアできなかったんですよね。だからそのクリアできなかったところからクリアしてくださいよっていう配慮がついているバーチャルコンソールっていうことで嬉しく思います。じゃあ ER カンフからやっていきましょうか。俺これすげえ覚えてて、オーバークックの、中国の面、チャイニーズニューイヤー、もうちょっと中国っぽい音楽で例えに出したのがこれやったっていうぐらい、これは記憶に、テケテケデンデン音楽が残っているっていうやつですね。ちょっと始め方わかんないですけどね。デンデンデン。もうこっから始まって、ここに繋がるってかっこよくね？あ、上ジャンプだよ。確かさ、こうやってやってるだけで勝てたんじゃないかな、この人。ワング、ウォン、ウォン、ウェン、ワン。グーは発音せんですよね。ホングコングと一緒で。ピョングヤングと一緒で。ピョングヤングじゃねえな。ピョンチャン、ピョングチャングか、チャンクか。ピョングチャンク、グと一緒で、ワングの G は発音しないんでしょうけども、もうそもそも W とかも読めなかったと思うんですよ、昔。あ、あれどうやってガードするんやろ。あれ、蹴れたよね、あの日。蹴れたっけ？こいつはパンチが分かってなかったっけ？こんなんじゃでも面白いやつよね。なんか、ジャンプすぐ蹴りみたいなのなかったっけ？あれ？ジャンプ蹴りってどうすんの？これ。あった。あ、これこれこれ、ジャンプすぐ蹴り。わ、かっこいい。こうやって、あー、あかんか。これかっこいいな。これかっこいいなってやってたかもしれん、昔。ほら、倒せた。ほらって。これね、ベガが、ブーンって飛ぶやつあるがす、なんつうんだっけ、あれ、スクリューパイルドライバーじゃねえし。こいつも蹴りでいけるんかい。そんな PPP じゃねえやろ、まだ、半分じゃ。何やったっけな。まあ、スト2の元ですよね。何やったっけな。サイコクラッシャーか。サイコクラッ、あー、怖い。いたなぁ。4人目誰やったっけ？これも縄っていうか、ムチの最先端蹴れたような気がするんやけど。最先端っていうの？いや、当たってるって。 いつまでやれやん、このゲーム。ジャンプパンチはないんや。だからスト2出た時、それは感動するわんや。じゃあ、これよりさ、空手かじゃないな。何やったっけ？蹴る殴るかな？あ、違う！蹴る殴るじゃない。おお！これやってる時に届いた。ね、フレンド登録ってさ、あー、自分が早く戻したために、早く出されてるの。俺何な、話飛んだよな、ごめん。話飛んだ。何やったっけ？蹴る殴るじゃない。なんかにさ、武蔵野拳やったっけな、あれ。なんか、弱点みたいなの出て、そこ叩くと点数高いみたいな。あれ、武蔵野拳やな。武蔵野拳が良かったな。ケルナグールじゃなくて。空手家でもなくて。空手家かな？で、しかも今の何が言いたいかっていうと、
フレンド申請って、マックス300っていう噂があるんですよ。先月やったこのメビウスさんが言ってたけど、そこに到達したかどうかって分かんないですよ。プラス100、99プラスって書いてあるから。でもまだいつぐらいなんやろうって、その、マックスになってから取りたいやん。それがまだマックスじゃなかったっていう喜びを今、伝えたかった次第でございます。あーって言ったのはさっき。フレンド申請、勝つんかい、これ。ちょっとジョイスティックが壊れそうです。てか若干壊れ気味なんで、ちょっと今ずっと下押してたのが力入りまくってたんですけど、ちょっと覚えてない。あ、ボーナスステージの後あったっけ？あったなぁ。あ、あれこれ上どうやって蹴るの？女やったかなぁ。やっぱ女や。チュンリーや、チュンリー。で、ベガやね。最後が。ウーやね。ラング。また G 発音せんやつ。何飛ばしてる何飛ばしてる今。手裏剣何飛ばしてるそれ。今あんま強ないなぁ。あーやっぱ上飛べ。機関ジョイコン。ジョイコンのせいにしよう。ジョイコンのせいないもんだってほんとに。おぉ。開いた。てか俺全然かっこいい戦い方してないが。大丈夫かな。まあ、2周目とかはクリアできんかったんですけど。このね、ウーっていう名前やったっけ？やっぱムーや。全然ちゃう。あ、ベガや、ほら。ベガやな、これベガ。やっぱこれいろいろパクってるよね。スト2も。意外とこっから。なんかなんか、映画とかからパクってるんかな？これも。でもああいう風に飛ぶやついたんかな？ジャッキー・チェーンかなんかに。ブルース・ウィルスか。ブルース・リーや。ブルース・ウィルスは、ビルやん。全員一緒なことやってたよね、これ。今思えば。俺も含めて。一緒な動きしかしてないやん。よう考えたら。あんま飛んでこんな、俺の記憶より。記憶ではすんごい飛んでくる気がするんやけど、めっちゃ弱いし、この人。で、俺、リーって言うんや。知らんかった、それも。出るかこれ、強い。なんで何が入った今、スイッチ。あそこに動いてる時も当たるんだよってやった記憶もある。確かに。出るかこれ、スマブラで。D。ってことで、クンフーって書いてあるんけど、ボーンってなるね。懐かしいな。これで、またすぐ戻るか。すぐ戻るならやめる。すぐ戻るならやめますよ、僕は。すぐ戻った。やめます。疲れましたね、解説。タイトル戦、何だっけ、これ。あ、どこでもセーブや。で、タイトル画面に戻りましょうか。パルテナはもうね、すっごい覚えてますよ。バーチャルコンソールとかでやったもん。で、昔は意味がわかんなかったんですけど、そのバーチャルコンソールでやった時も意味わからんままやったっていうね。ナスビの音楽とか。名前まで、そんなことから言わなあかんかったっけ？ディスクシステムっぽい？ちょっと待って。何ボタン？あ、スタートボタンなのね。大西。あー、おー。おーなっちゃった。ちょっと待って。ちょっとパソコン触ってきます。よいしょ。あぶね、再起動するとかあった。え、これどうやってスタートするの？登録終わる。どうやって登録終われんって。あ、セレクトボタン押しづら。ああ、ディスクシステムっぽい。お待ちください。またな、読み取れん。まあもちろんここら辺は、あ、でも、覚えてるつってもこんなにちゃんと歩いたっけ、この人。こんなちゃんと歩いたんや。ここまでカタカタってなんかおもちゃみたいに歩いてるけど、あれ？危ない。ちょっと待って。何ボタン？ええー！そうやったっけ？これ確かさ、なんでこれをさ、桜井さんがリメイクしたんかの話を、今になってから知ったんですよ。アビオの。あの人のおかげで。で、メーター短すぎんかあれ。俺やっとメーター短すぎることを、あの人ね。あの人の相手の名前。シャンさん。シャンさんに教えてもらったんです。確かこの前のゲーム雑談で言ってた気するんやけど、忘れました。もう一回忘れました。なんでやったっけな、リミックスさん。ん？こんなやったっけ？で、あのさ、左上のあのメーターが短すぎんかった、あれ、最初の。
最初の状態では。これも来月になったらさ、クリアぐらいから始められるって出るんやろな。それはそれで楽しいで、ってことでここでやめときましょうか。絶対噛まれるわ、あれ。はい、じゃあ次、ファイアエムレムももう、あ、もうこんなもシミュレーションなんでうまくいってきない。何最初から1990とアピってんの？すごい。今アピられた感じが。当時はその日、今やったら2019って書いたみたいなのもあって意味わからんよね。最初からアピられたみたいな感じがするけど、それぐらい前やったんよって、この時を待ってたかの29年後の、これを待ってたかのような、早始まるの。ファミコンウォーズっぽい。最初ファミコンウォーズっぽかったんや。うわぁ、マルスってこっからいたんや。これが今スマブラですか。全部だからスマブラですね、今日も。いや、ER カンファちゃうか。出るなぁ、でも出るなぁ、あと5人やでない。すごくない？スマブラって。あと5人も出るやんて。絶対1年半ぐらいかかりそうじゃない？まあいいや。これ誰？二人でニャンコ戦争。わちゃ、ラッダーが誰みたいなこと言ってた。に、トラ、つながりそうやったけど、そうじゃなくて、この女の子誰っていう。シーダ。知らんわ。シーダなんて出てないがな。こんなにたくさんファイアンブレムからスマブラに出てんのに、シーダ出てないがな。出てるっけ？俺どれ？俺これ。うわ、これすごい楽しかった。あのね、これとガチャポン戦士は楽しかった記憶あるわ。うわ、こういう、ちょっと歩いてみたいなのがもうほんと楽しくて楽しくてしゃあなかった。この音とか、このピコピコのこの動かし設定がすごく楽しかった記憶があります。あー、42。42って何？何の値やったっけあれ。あのビューってあのメーターがスマブラにもありますよね。これこれこれ。あれもスーファミ版やろうかもしれんけど。強俺ら。2回かい。ってことで終わります。どこでもセーブ。まあ、これはね、時間かけてもしゃあないんですよ、これは。本当に自分でやるしかないんで、それはしゃあないです。これは長いことは楽しめるゲームだと思いますけども、こっからですよね。これで見れるんですけど、音楽を聴くも添えて。何？あ、音楽を聴くも添えて。このタイトルは一度クリアした後に出現する高難度エクストラが遊べるか、エクストラゲームもクリアしないと現れないゲームの音楽を聴くも出ていますやって。すごい。だからね、俺これちょっとしちゃおうか動画に。それ良くないよね。でもこれを動画にしたんですよ、クリアして。これだけやり込んだな、魔界村だけ。そういう感じでこの音楽を聴くも作業 BGM でしたいけど、音楽だけの動画ってのは良くないと思うっていう風に任天堂さんが言ってましたんで、それはやめときましょうか。どれ？おお、音楽聴こう。カーソルで合わせる感じだよ。何っていう曲かわからん。38。あれ？あれ？一回 B で止めなあかんの自分で。こうやってやって A 押しても何もならんで、一回 B で止めてから A ボタンでスタートって。これね、昔のラジカセかー、それは。ラジカセかー、ラジカセは一回止めなカセット出てこんで、それかー。ここにこれを合わせる、効果音を合わせることもできます。ってことで、これで始めるとどうなるやろう。ゲームの続き、どっから始まるのこれ。レベル7、レインボー。やばいやばい、全然わからん。これ皆さんに自分でやってください。じゃあタイトル選択。どこでもセーブ。タイトルに戻るっす。で、これもどっからなんやろな。みんなに内緒だよ。力持ちバージョン。このタイトルは序盤からアタック、マジック、ライフのレベルが最高の8。アイテムは持ってませんが、魔法は全部使えます。強くなったリンクで敵を一掃してください。6つの神殿をクリアしたら大神殿に進み、勇気のトライホースを取り戻しましょう。余談ですが、このリンクの冒険に出てくる街の名前は、後のゼルダの伝説シリーズのキャラクター名になったりします。へえ、そうなんや。それも知らなかったっす。てか、魔法使えたっけっていうこともあんまり覚えてないっす、俺。どれ？魔法ボタンどれ？魔法ボタンどれ？
テンテレレレテテンは一緒で、テテ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 は、あ、強い強い強い。で、リンクのボケがワンやで、こっちの方先やったよね。あの、有名な曲よりもこっちの方が先やったところがまた面白いかなと思いますけど、ここで終了しておきましょう。てってててててて、に、アレンジして、その、なんつうの。てん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 てててんみたいなのが来たと思うけど、このてんてててててて、っていうのはここから来てたんですね。何言ってるんでしょうか。ってことで、今日のはここまで。